こんにちは、えー、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、ジャズの歴史第7弾ということで、ジョージ・ガーシュイン、ジョージ・ガーシュインのことについてお話ししたいと思います。まあ、作曲家からいろいろ攻めていくという形で、まあ、なんか、ただただ曲を覚えるよりかは、まあ、どういう人っていうことで、こう作曲家からまとめて曲を覚えていくっていうのはいいかもしれないですし、まあ、特にガーシュインは曲がたくさんあるので、まあ、その、キーポイントのある曲を覚えておくと、 あ、これもガーシュイになったんだ。これもガーシュイになったんだって、また入りやすくなるんですね。だからやっぱりこう、ただただ、こう、羅列して暗記みたいな形にするとつまんないもんですから、この人に焦点を当てて、この人の代表曲。で、そっからだん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 派生していくって形で覚えるのがやっぱり一番いいかなと思います。じゃあ、あとはやっぱり曲をたくさん覚えておいた方が、絶対楽しみ方がね、増えるので、こうやってやっていただければと思います。 まあ、ジョージ・ガーシュインは、アイラ・ガーシュインというお兄ちゃんと一緒に、えー、音楽活動をしていくわけなんですが、二人ともロシア系ユダヤ人としてニューヨークに生まれるわけですね。こちらジョージ・ガーシュインですね。で、こっち、ガーシュインの、えー、兄弟ですね。でピアノを、まあ、買ってもらうんですけど、お兄ちゃんの方があんまり興味を示さず、弟が結局作曲家として体制していくということですね。えー、ガーシュインは、あの、 前回、前々回お話ししたティンパンアレーのピアノ弾きなわけですね。だから独学で音楽をやっていくわけですが、まあ、独学って言っても最初の手ほどきは習ってると思うんですけど、クラシックのしっかりした教育は受けてないんですね。なので、やっぱり、えー、独学でやってるから、有名になってからストラビンスキーとかラベルに入門をこう、習いたいな、みたいなことを言って、まあ、断られてるということなんですね。まあ、もう名前が出ちゃってるので、ラベルは、まあ、その、世界の ガーシンがなんでラベルに習うんだっていうふうに言ったというふうに言われてますが。まあそんな感じで、まあいろんな人がいろんなこんな才能のある人でもいろんなね悩みがあるんですよね。で、まあお兄ちゃんはだから、えー、文学の道に進んで、まあ二人で、えー、作詞作曲として活動をしていくわけなんですね。でもこの二人のもう共作はものすごい名曲がいっぱいあって、もうジャズでよく 演奏される曲って言ってページを作ろうと思ったけど、それはそれはもう、もう膨大な曲になりすぎて、もうよくやる曲がもう数知れずなので、もう特に特に有名なところから覚えていっていただければと思います。だから一挙に何百曲も覚えようと思うと、やる気もなくなっちゃうし、頭入ってこないんで、まず自分のこれだという曲をやっぱ覚えていただくっていうのがやっぱり大事だと思うんですね。で、こう、サマータイムっていう曲、これはもう結構皆さん知ってると思うんですが、 ポギーとベスっていうオペラを作ってるんですね。要はクラシックに憧れて、結局独学でオペラまで完成させてしまうという。ミュージカルとオペラの違いっていうのは、ミュージカルっていうのは、まあ要はセリフの部分はセリフなんですけど、こう、歌の部分とセリフの部分は分かれてるんですが、オペラはもう、セリフの部分も全部音程とリズムがついて全部楽譜に寄付されていけなければいけないんですね。ものすごく作曲が大変ということで、 まあ、ホギーとベースっていうのを作成します。これはですね、えー、私も、えー、ちょっと、ラムを叩くという予定になっておりますので、ものすごい楽しみにしておるんですが、まあ、サマータイムは冒頭に歌われます。三、えー、3回歌われるんですね。実はなんか4回ぐらい歌ってるんですけど、あの、大きく分けて3回ですね。一番最初の冒頭で、えー、サマータイム夏になったら、まあ、暮らしは楽になるよと、まあ、そういうお話ですね。なので、こう、 奴隷として連れてこられて、要は、ピッシャージャンピンエンデコットンイズハイなので、魚が飛んで、コットンが高くなったら、暮らしが楽になるよっていう。でも、黒人にそれでお金が入ってくるわけではないから、まあ、それはなんか皮肉みたいな意味の。で、子供を寝かしつけてるわけですね。ところがサマータイムはこの後、えー、まあ、お父さんもお母さんも死んでしまって、 歌詞の中にお父さんとお母さんいつもそばにいるからねっていうのが皮肉に聞こえて3回歌われるというお話ですね。これはもう、あの別の動画でもかなり細かくお話ししているので、えー、クラビー君っていう子が、えー、いろいろ僕の声ですが解説してますんで、その動画を見ていただければと思います。I Love the p o g i はですね、ものすごくこれビル・エヴァンスとか有名なもう演奏がいっぱいあります。様々にも,もちろんいっぱいあります。歌もあれば。 えー、楽器の曲もいっぱいあったり、これはテニスされたりとか、いろんなこう意味が含まれてますが、まあ、そもそも子守歌をなんでこんなに激しく演奏するんだろうって昔は思ったことがあるんですが、そういう,こういろんなドロドロした裏の事情があると I Love the Pioggy なんかも、普通は I Love You なんですが、I Love the You っていうのは、これはまあちょっと鉛ですね、黒人鉛のことなんですが、あのガーシュウィンはこのために結構こう黒人街にこう、 調査に行って、こう、そこに、かなりこう、言葉を覚えに行ったりとかしてるみたいですね。かなり熱あ溢れて、このあのー、オペラを作ってるみたいなんですが、まあ、I Love You Poggy っていうのは、これはあの、クラウンっていう男の人がいて、で、えー、ベスは、まあ、もともとその人の彼女だったんだけど、まあ、クラウンはものすごく麻薬もやるし、とにかくひどいやつなんですよ。 で、結局、警察が現れた時に、ベスは置き去りにされてしまったところをポギーが助けるんですね。ところが、こう、クラウンに現れて、クラウンに、こう、結局、まあ、いろいろ、こう、無理やり、こう、なんかこう、連れ去られたりとかしてしまって。で、それで帰ってきた時に、ポギーに歌う。えー、私はあなたが好きなんだ。でも、あなたは、お坊ちゃんだからわからないかもしれないけど、あの子、男の魅力で、 あの薬の匂いで、そういったことをされてしまうと、私はあの人に見つめられたらもう動けなくなって、あの人のもとに行ってしまうけど、あなたが、本当はあなたといたいんだ。だから、私のことを一生懸命愛してほしいんだよっていう歌詞なんですが、これがね、なんか大学生の時に聞いた時に、なんて勝手なことを言う女なんだと思ったんですけど、まあ、非常によくわかりますね。えー、お薬っていうのは大変なものですから。 えー、沢田知エリカさんも、えー、今ですね、ちょっと大変なことになっておりますので、えー、まあ、その、今はよくわかる、というお話でございました。えー、アイガッタリズムっていう曲がありまして、これは僕はリズムのことは分かってる、僕はリズムを持ってるよっていう、こう、こう、ダンスしながら歌う曲なんですけこのアイガッタリズムっていうのはすごくシンプルなコード進行でできていて、で、まあ、シンプルとはいえ、ものすごくこう、 どん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 コードが移りかかっていくので、演奏するのは結構大変なんですが、えー、コードが、こう、タントン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 と行ったり来たりするっていうか、こう、こう、順繰り順繰りサークルで回っていくんですね。これはあの、五度圏っていう、あの、ドレミが移動するっていう私の動画を、えー、見ていただけるとわかるんですが、この、アイガったリズムっていうのはそのコード進行を、こう、ずん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 順繰りで、五度で順繰りしていくっていう、あの、コード進行になってます。 こういうのをめぐりめぐっていくので、循環コード進行って僕たち呼んでるんですね。で、このアイガ型リズムっていうのは、えー、まあ、日本語で言うと循環の曲っていうんですね。コード進行が循環を使っている曲なので。で、英語で言うとリズムチェンジと言います。リズムがチェンジ。チェンジっていうのは何かと,いうと、コード進行が変わっていくてハーモニーが変わっていくことをリ、えー、コードチェンジっていうんですが、えー、このアイガ型リズムのチェンジを使って曲をやるということで,ですね。 えー、もう、キーも決まってるんです。キーに対してもドレミが移動するっていうのを見ていただくとよくわかると思うんですが、キーが B フラットって決まってて、もうこの曲、循環やろうかっていうと、メロディーが、循環のメロディがいっぱいあるんですね。えー、オレオだったりとか、リズマニングだったりとか、コットンテールだったりとか、そういった曲は全部アイガ型リズムのコード進行を使ってメロディーが作られてます。なので、循環の曲っていうと、まあアイガ型リズムがこうベースになった、 えー、同じコード進行の曲っていうことなので、相タリズムっていうのは覚えておくと、芋ズる式に関連曲が覚えていけるので、あ、こういう曲なんだって覚えていただければいいかなと思います。あとシンフォニックジャズですね。要はクラシックのこのハーモニーですね。これはもともとこのラフソディーンブルーで有名だと思いますし、まあ聞いてみると、いろんなところで聞く。 曲だし、皆さん知ってる方も多いのかなと思います。車の宣伝最近使われてましたね。シンフォニックジャズっていうのは、まあ、要はシンフォニーですね。クラシックの、その、要はこ、こ還元楽のために使われて、でピアノ独奏にくっつけたシンフォニックジャズって言われてるんですが、でこのラプソディンブルーの慣、えー、れ染めはですね、もともとはその、アイラガーシュインと、 えー、ジョージ・ガーシュン、まあ、お兄ちゃんと一緒に、まあ、ちょっと仕事が忙しいから、息抜きにビリヤードに行った時に、パッと新聞を見たらですね、ホワイトマンっていう、こう、プロデューサーにですね、ジョージ・ガーシュンが曲を提供したっていうふうに書いてあって、そんなの聞いたことないよって二人で抗議しに行くらしいんですよ。抗議しに行くのは、これ結局、その、忙しいジョージ・ガーシュンが会ってくれないから、ホワイトマンのこれは画索だったらしくて、それで結局、ま、あ、 まあせっかくだから受けてくれよっていうことでこれを書くことになったそうなんですね。でまだこの頃はまだそんなに、えポ、ー、ギーとベストの頃ではなくて、まだシンフォニックジャズっていうのも、まあ、試みながら書いてたので、一人ではなくて色々手伝ってもらったりして書いた曲だそうですが、まあ彼独特のオリエンタルな響きがなんかすごくする、非常に有名な曲ですね。えー、というわけで、えー、ガーシーンの 代表曲として、ポギーとベースの歌曲から、サマータイムとアイラブセイポギー。で、循環の曲ということで、アイガットリズム。で、シンフォニックジャズということで、ラプソディーインブルーっていう曲をご紹介しました。まあ、この中で、えー、いろいろこう、えー、貼り付けておきますので、もしよければ、ぜひ見ていただいて、自分の好きな曲を、あ、これがアシュンの曲なんだ。アシュンこんな曲書くんだな。あ、これいいな、これいいなっていうふうに覚えていていただければ。 もういきなり何十曲もやるともう大変ですからね。今回4曲ぐらいですので。まあ、ちょろちょろちょろって聴いていただいて、えー、曲のメロディーを覚えていただけると、ジャズで出てきたときに、ああ、このメロディーがこんな風に変わるんだっていう風に覚えていけるかなと思います。そしたらガーシュウィンのちょっとね、あのー、うんちくなんかも人に語れたりとかするんで。そういうのを覚えてるとね。ラーメン屋さんでパッとかかってたこれサマータイムっていうんだよ。これはガーシュウィンのね。 ギートスの曲で、みたいな感じでね、語れたりとかしますので、ぜひそんな感じで勉強してみてください。えー、今日の提案でございました。私からは以上です。今日もご視聴ありがとうございます。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとか、ため <laughs> になったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いしますこちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると中に入れてメールマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください以上です黒田でしたありがとうございました